渋谷区立代々木小学校は、かつて東京都渋谷区代々木にあった公立小学校である。代々木二丁目の住宅地に所在した。学校は南に、明治神宮、東に、新宿御苑と、都内でありながら、緑の多い学習環境に恵まれた地域である。主要な交通は、小田急小田原線の南新宿駅と、都営地下鉄大江戸線の代々木駅と新宿駅が、 東側にあり、恵まれた環境と交通の便の良い住宅地域にある。敷地と校舎は北と東側が行動に面し、南、西側は住宅地で東側に正門がある。平成27年3月31日、校舎老朽により閉校した。代々木小学校は1953年4月1日、渋谷区立代々木小学校として設立された。 子どもたちが正義感や倫理感などの道徳心にあふれ、知性と感性を磨き、賢く健康で人間性豊かに成長することを願い、の育成に向けた教育を重視する。子どもが通学する学校は、住所により指定されている。また、2004年から学校選択希望制を導入しており、入学を希望する学校を選べる。 学校選択希望制は、現行の通学区域を維持した上で、通学区域外の学校を希望することができる制度で、特色のある学校づくりや地域に開かれた学校づくりを推進し、区民から選ばれる学校づくり等を図る。中学校の学校別通学区域は、住所により指定されている。ありがとうございます。